関帰三郎から1952年は英文学者、翻訳家。長男は直木賞作家の関帰拓郎。栃木県生まれ。1923年東京帝国大学文学部、英文科卒。卒業論文はウィリアム・ブレイクロン。同年に卒業した英文学者の本田明アキラによると、在学中は小説を書き、同人雑誌を出しており、 辛辣な皮肉屋との表があったという。卒業後は、陸軍大学校の語学教師として勤務し、教授になる。電気文学の傑作とされる、サミュエル・ジョンス・ウン・を翻訳し、1941年6月、上官を刊行。選曲が厳しくなる中、中間の出版は果たせず、完結したのは、終戦後の1948年であった。1945年9月に、 陸軍大学校は廃校、公職追放となり、苦しい生活を送った。1950年、東京大学教養学部講師、在任中の1952年に死去、時代の精神をくずけ、本田明、アキラ、郎サブロのこと、歓喜、陸大の思い出、歓喜、陸大の思い出、本田、歓喜三郎サブロのこと、ありがとうございます。